ネッピーとすれ違った後に殺しちゃいけないよな、やっぱ。クソでしたね。よくないね。アーカイブ。アーカイブから始まって。お？どこだこれ。シャワー。一発。天才か？この村はボタンを押さない村のようですね。ボタンを押しましょう。おー、またさこ。お、死んでたな。意味わからん。貨物から、お、ハタサコフルコンがいたな。青ばっか。青き青、青。ちはやさん？いつの間に？ちはやさんもいたの。青き青、青。青き青、青。青き青、青。18109ほいほい18109はいはい、まだ18109どういうことや。大丈夫かな、フルコンさんに殺されそうだけど。青、青、青。シャイ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 。普通はすごく白いね。死んでないかな。おーおー、こっちから来た。まあ、ボタン押しでいいんじゃないか、これは。カン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 。どうもー。三河屋でーす。5、9、3、2、4。そろそろしたい。あっぱれ！治ったら押そう。どうもー！川添さん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 ！一ついいでしょうか。はい、バイタルを見てたんですけど、昇降機なかなか終わんなかったじゃないですか。で、ね、終わったタイミング、ほぼ同じぐらいのタイミングで川添が死んでました。あら、なるほど。終わったタイミングなんや。だから、じゃあ爆撃情報がどっかあれば。じゃあ、じゃあ僕6つ、畑さこ、フルコンは、昇降機の右側に集まってるところを見てるので、そうです。6つ、畑さこ、フルコンは白いから。左側が砂ザメ、畑さこが並走してたのは記憶ある。あと、チャーハンと僕が、チャーハンと並走して僕は右から左に行きました。そうです。うん、右から左へ行った。あの、超分仮面で畑さこくんと合流して砂ザメが左側。川添さんって左にいませんでした？左、左5人ぐらいいたよね、確かね。ああ、その後は知らないですね。左いた気がするな。なんかトリピーもね、トリピーも左いたんだけど、川添さんいた気がする。いましたよね、うんうん、その瞬間切ってるって、うん、だいぶすごいことをやってる気がする。ちょっと待って、最後の最後に直した瞬間に思い出した、ごめん。左側、俺と川添さんが直しました。絶対いたですよね。ほう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 、はいはいはい。で、直った瞬間僕はあの昇降機乗って左から右に行ったんですけど、はい、テラゾさんと出会ってます。そしたら川添さん絶対見つかる位置じゃない、それもしそれが持ってたら。あ、でも終わった瞬間に死んだってことだよね。ちなみにトリッピーはその後最速で宿舎前からエンジンルーム抜けてコックピットでヒラ君と会ってる。はいはいはい、そうですね。あの僕は誰か直してくれるべという感じでずっとアドミ見てたんですけど、うんうん、確かに真ん中は衝突コースの直すやつは3人だったな。なんか4人とか直したと。あと左から左を離脱した組で最後尾の人が多分怪しいっていう感じでいいような気がする。一応宝物庫にも1あったし、宿舎にも1とかあったんで、その辺が怪しいかなと思います。宝物1です。宝物自分です。あ、OK です。ありがとうございます。フルコンさん今してるの見てるんで、フルコンさんは今回関与できないと思います。リアクターが治った直後に死んだって感じだったよね。大体それぐらいです。はいはいはい。まあボタン押そうず。あ、俺押せねえんや。言ってもしゃあないわ。バカすバカす。ここ開けとこう、みんなが入ってこれるように。
でもタスクしよう。ねえじゃん、金庫室にないんだけど。おーい、ウバマロー押してくれ。チガヤトリップイ、砂ザメ。さすがにボタン押されるだろう、これは。オンラインカチカチバトル大勝利。おめでとう。ナイスナイス、ありがとうございます。ナイス。トリッピーなんで追ってきてたの今俺のこと。あ、いや、ボタン押そうと思ってただけですよ。あ、本当に。あ、そう。じゃあ、あれ、千早さん、はい、金庫室最後、最終位金庫室ですよね。金庫室だっけ。左上なんですけど、最初ではないです。はい。あ、トリッピーさんとかとすれ違ったりしまってすれ違ったりしてませんか。いや、してないですね。してないか。金庫一人の後誰ともすれ違ってないです。はい、うん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 。千早さん最終はリフトのあの停電直すところですよね。そう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 、右まで行った。リフトの停電、停電なんですか。あの、貨物とかについてた、ちなみに砂ザメ貨物、最後最終位置貨物ラウンジあたりだと思う。うんうん、はいはいはい。でも直後ってマロ、それ本当なの、本当ですか。いや、そうそうそう、これは本当。直後なんだったら最終位置は洗わなくていいような気がするんだけど。うんうん、うん、平さんちなみに覚えてたらなんですけど、コックピットで見た時バイタル1ついてました。バイタルは、あ、ついてました。はい、確かに。あ、じゃあ、ね、じゃあ偽装ってこともなくて、左側に。そうです、あとセキュリティにも位置ついてたんで、うん、セキュリティ見てる人とかいないのかな。セキュリティは、あ、最後は見てね、少し前なら見てましたけど。あ、確かに見てたりしたかな。川添さんって最後までいたの、リアクター直すとき。直す瞬間多分いたと思います。トリッピーと川添さんが直していて、早さんがミーティングルームに登っていくのを見てます、僕は。はいはいはい。それが最後。あ、ミーティングルームは奥まで見ましたけど、下ありませんでした。最後の最後まで直してたのはムツーさん、下側。その上に。あ、そうですね、右側の、リアクターは僕が最後まで直してた。で、多分砂溜めついたぐらいでリアクター左直ったからすぐ U ターンして、で、その後メインホールで多分ムツーさんとすれ違ってるはず。あ、そうかも。あ、そうかも。あ、そうそう、すれ違ったかも。私が多分一番最初に出たはず、その左側。その後ムツーさんってどういう動きですか。その後は、どうだったかな。でも最終位置がラウンジだから多分右側にいたんだと思う。いや、いずれにせよ、だって死体が出たと思われる時間、ムツー、フルコン、ハタサコテラズほぼ一緒にアーカイブ付近にいたから、うん、無理だよ、うん、まあ、右側の人は無理だとは思う。後ろだけ出して完結ということで物語は終了です。さっさっさ、早めにここやっちゃわないと死ぬからね。よいしょ、実証済み。ここで死ぬのよく死にます。ドリッピー、いきなりそこ行くか。まだ死体出ないぞ、危ないから、どっか行こう。怖いもんね、ドリッピーが。逃げよう。あっ、あたさこ、あ、うわ、やばい。わわ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 。下位置ちゃんと見たから大丈夫なんですけど、武器庫のど真ん中ぐらいで畑さこの死体が上がってます。なるほど、はい、なるほど。直前に武器庫取ってます。疑っているのはストリッピーで、コックピットに一緒にいて僕が先に出たと思ったから、はい、ちなみに、トリッピー最後までコックピット、あ、アドミン見てます。お、そうなんだ。うんうん、はい。なのでここは、でもね、武器庫は確かに最後は2になったのは分かるんだけど、はい、その時のその前覚えてないな。どれ他は確かに最後が 2? 最後が2だったら俺最後展望デッキで停電直してるんだけど、展望デッキ1あったよね。あ、展望デッキ確かに1あった。うん、あ、1ありました。情報を言う前に、トリッピーのアドミン情報聞かないと。うん、そう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 。はい、先に言ってもらう。覚えてるのが、シャワーに、貨物かな、貨物に1かな。貨物1います?シャワーにいます?ラウンジ、ラウンジか貨物、右側の方に1あった。一人コードしてる人がいたはず。ほら?違う。あれ?あれ?あとは?あれ?メインエレキあたりはいない?
ね、電気室は2人ぐらいいた気がする。あと、ミーティングにも1いた気がするけど、なんか自信がない。僕、電気室、停電中に、フルコンさんとスナさんとすれ違った気がします。あ、なんで、多分3人だから、電気室は。そうですね。はい。なので。で、ちょっとすみません、前回の殺人でトリッピーさん、ちょっと僕目線だと、金庫室からベントで、うん、その、なんか、直し終わった後に最速でコックピットに行ったっていうのがちょっと弁当移動したのかなってちょっと思ってて、ちょっとトリッピーさん怪しいとは思ってます僕。ごめんなさい、その件に関しては普通に正面から入って、はい、まだヒラ君がアドミン見てるの見てますよ。あ、本当か。あ、そういうこと、うん、多分絶対見てます。コックピットで2人でいて、まあ全員だぞ。あ、釣れた。あ、釣れた。釣れたぞ。あ、すいません。釣っちゃった。両方ともこれ6人だから2浪だったら負ける可能性あり。あり。あらま。釣れちゃった。釣れちゃった。初めてなのに釣れちゃった。あ、どうしよう。右側のアーカイブ、右側の昇降機直しに行こう。チェス開けて。押せたんだが。押せた。一応今の殺害について。ごめんなさい。なんかちょっとダブルキルが。犯行不能なところを出したくて、武器庫にあるって言ったの誰だったんだっけ？無痛です。あ、武器庫のやつを通報したんだっけ？武器庫の旗底の死体を無痛が通報しました。そう。なるほど。でもう一人が分かんないのよね、場所が。だから分かんない。前回のアルコっていう意味では分かんない。そう、マロが死んでます。ちなみに前回マロとハタサコが死んで、マロの死体はどこにあるか分からない。そう、見てない、うんうんうん、最終エレクトリカルにヒラーがいたことしか分かんないかな。そうですね、僕はフルコンさんとスナさん、オレンジ色 の多分その 3,、はい、3人いたなってのを覚えてます。電気室、はい、エレクトリカルだからだと武器庫は厳しい。砂染さん、電気室入るのはキッチン方向から来てませんか？いや、貨物ですね。最初に多分、千早さんと砂染が貨物では行きましたよね、確か。はい、確かに貨物では来ました。あ、じゃあ砂染さん右ですね。うんうん。はい、なんでそのまま診察室、電気室っていう感じ。最終位置行ってきましょう。シャワールーム2とかトリッピーが行ってたんで、シャワールーム2の自覚ある人。でもトリッピーの頭は信じなくていいよね。いや、まあそうだけど、トリッピーじゃなかったらマジやばいからって話。あ、まあまあまあ、そうか。うん、だけど、うん、やっぱないの、ね、いないでしょ、シャワルームに。うん、じゃあ嘘っぽいよね。うん、そうだね。トリッピーがクルーで本当にシャワー室にしたいがっていう。ああ、まあその可能性はあるか、うん、マロと、ね、マロとインポスターがっていう。マロとインポスターはありえるな。うん、それはあるわ、確かに。確かに。でも、もしそれが本当だとすると、ムツさんじゃない、スノザミさん、ヒラさん。フルニキじゃない。で、自分も違うんで、テラゾーさんになっちゃいますけど。あ、俺、だって武器庫直前に取ってるもん。俺、コクピットに、一番最初にトリッピーと入ったんだけど、トリッピーはタスクせずにいきなりアドミンに向かったから、いや、まだ30秒経ってないやろって思ったんで、めちゃめちゃ死体を、殺す相手を探してる動きに見えちゃって逃げたんだよね。怪しかったら俺も釣ってもいいけど、トリッピーだと思う。最悪は寺戸さんが死体消したってことで、あ、セルフってことか。まあ、トリッピーしても天狼デッキに1位だとは言ってくれてるから。いやー、でも、違うと思うけど。さて。またトリッピーインポスターだったんか、お前。いて。なんでや。またインポスターか、お前。違うと思うって、インポスター2人いたら言うからな。どうしよう、これ。インポスターじゃだったら、まあ、仕方ないか。その時は仕方ねえか。トリッピーだよ、きっと。2回連続だったんだ、そう思う。だってあのタイミングで殺せたのって、ムツーさんが殺せなかったらもう一人いたとは考えられないもんな。え、結構時間かかる。俺が通り過ぎた後にムツーさんが来てて、その間に誰かが殺してるなんて考えられん。やっぱりトリッピーぐらいの位置だ。やっぱ、おいおい、死ぬ死ぬ死ぬ。大丈夫か。40秒だから、まあさすがに大丈夫か。しょえしょえ。あ、こっち空いてるな。
大丈夫か、大丈夫か、ちはやさん、ちはやさんがいる。ちはやさんだったら殺されるからここにいよう。来るなよ。何の意味もねえなこれ。やめとこう。ちはやさんを追っかけよう。ちはやさんじゃないと信じていこう。ミーティングなんかめっちゃカンコンカンコンなってんですけど、大丈夫ですかお兄さん。そこに人いるね。弁当相手しないっすよね。治りました。あれ治んない。そんなバカな。あれあら死んだ。ほんとむつさんか。むつさんか。むつさんか。なんかすげえカン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 なってたけど、ミーティングルームカンカン鳴らしまくってたの誰？最後行きました。ちょっと俺鳴ってる間ずっとコックピット見てたのよ、はい、で4人で昇降機あたりを右側に集まったから左側に回り込んでるのを見ました。でセキュリティずっと見てる人が結構見てる人が一人いました、うんうん、ちなみに いつぐらいの話、それタイミング的に鳴ってる時、鳴ってる時、鳴ってる時、はいはいはい、その時は多分死んでなかった。すごいみんな動いてたし、うん、セキュリティ見てる人が一人、昇降機あたりやってる人が4人。あごめん、セキュリティ見てたわけじゃないわ。俺テープレコーダーやってたんだ俺だ。あなるほどなるほど。はは、昇降機が最後に、多分目撃情報で、ムツヒラスナザメが左側直してた。はいはい。で、はいはいはい、その後スナさんとムツさんが2人で移動したんですけど、ムツさんとどこで分かれました？ムツさんがエンジンルームで分かれて、自分がメインホール、ムツさんが武器庫かコックピットに向かってるはずだから、フルコンさんとすれ違ったムツさん。んあそれ俺コックピットにさらにずっといてすれ違って、でも武器庫2になってるのまでは見た。誰かに行ってる。で、その後ミーティングルームにしばらくいた人いない？あ、僕です。僕ね、3つぐらいタスクあったんで、タスクやって、まあその辺で千早さんとね、はい、すれ違ったりね、お互い階段を上り下りして遊んだりしてたんです。はい、そうです。それ、あそれ悲しいな。で、その最後のタイミングで千早さん、あ、じゃあ千早さんが押してんねや。で、俺、ミーティングに1長らくあったからちょっと心配になって見に行ったら、千早さんが押してくれた感じで最終ミーティングなんですけど、はいはいはい、うん、最終セキュリティに1個なかった。1最後は見てない。ミーティングルームから離れてるから、コックピットから離れてるから。そうで、じゃあ砂亀無痛が武器庫に向かったってこと？いや、自分メインホール電気室セキュリティ。うん、ちょっとメインホール電気室セキュリティなので、この時に多分キッチン武器庫展望デッキあたりにいた人が、多分フルコンさんをシンとするんだったら多分いたと思う、うんうん、なんだかな、ボタンないんですっけ、僕忘れました。スナザメフルコン、うん、千早さんはぐるっと回ってボタン押しただけなのかな。あれここじゃないや。フルニケもそこそこ怪しい位置ではあるな。おい、わしについてくるんじゃない、ついてくるんじゃない。しゅ、おう、ヒラ、よし、ヒラが死ぬかもしれない。ヒラについていこう。ヒラ大丈夫か。ヒラの後ろについていこう。ヒラおらんな、誰も。おう、ヒラ、チハヤ、スナザメ、ヒラ、チハヤ、スナザメ、はえー、じゃあ奥行こう。さっさかさっさっさ、こんなところで死にたくないね。パーフェクト、頼む、誰も来ないでくれ。カメラでも見るかな。砂ザメさんがバイタルへ、
スナザメバイタル確認。ドキドキ。来るなよ、誰も。誰も来るなよ、頼むぞ。コックピット行かなきゃ。行きたくねー。ちょっとやばくね、さすがに誰か死んでね、これ死にそうなんだけど。誰かカメラ見てる人がいるな。登るぜ。死んでないか、死んでないか、死んでないな。押せねえわ、毎回やってんなこれマジで。そろそろ死ぬのでは。死んでる、フルコースで死んでるやん。はい、ヒラ君が目の前でやってるの見ました。何、シナザメさんが目の前でフルコンさんを食べました。なんだこれ、どこですか。電気室と診察室の間です。はいはい。スナザメさんは犯行現場を見られた瞬間ひどくうろたえていました。そこを僕がすかさずリポートしました。ドアを開けた瞬間に平さんがプシュッとやっておりました。いや確かに、これまでの経緯から判断しよう。千早さんどう思います。お願いします。正直寺蔵さんだと思ってました、自分は。あの昨日のフルコンさんのなんか証言、はあはあ、で寺蔵さんと一緒にいるのが怖いから、千早さんフルコンさんと3人でとりあえず、まあ、3人以上で言おうと思って、貨物ラウンジアーカイブあたりをずっと3人でうろうろしてって、停電が起こったタイミングで貨物の停電直したあたりではぐれました。でそこから、シャワー室までタスクタオルやって、でまた診察室に戻って死体発見っていう感じです。はい、千早さん、はい、僕と長い間ずっともしましたよね。そうなんですよね、あの前日の方の情報でフルニキのアドミン情報が正になったので、うん、そうなると平さんがキル取れないはずなんですよね、1個前のキルって。そうなんですよ。で寺蔵さんに、はい、今回俺は個人行動してたんで、先日の殺人的にやっぱスナザメさんが怪しかったんで、武器庫でのキル、うん、そう、スナザメさん、まあ、確かにな、信じてほしいです。武器庫でのキルできるのが正直スナザメさんだったら寺蔵さんだったんで、多分正直寺蔵な決め打ちしてました今日は。まあでもってことは逆に考えるとスナさんも怪しいってことになるんで、はい、なので、どこでヒラ君は武器庫でキルしたんだろう今考えておりますが、千早さんを信じるぜ。無理です、僕は無理です、武器庫にいません。ヒラ君がやったのに。みんなヒラ君この高笑いは、この高笑いインポスターでしょ、だってどう考えても。あー、騙された、騙され、騙されてないわ。めっちゃ怖かった。なんかヒラ最後の喋り方なんか悪人っぽかった。ヒラ君になりましたか。闇落ちしたヒラになってました。闇落ち。いやー、勝負に出てしまった。フルコンさんはぐれたのかなと思っちゃってたら、はぐれてなかったのか。そう、後ろから来てたからね。そんな感じだった。いやー、ずっと一人で行動してたから、もうマジで千早さんの判断に任せるしかなかった。いやー、本当よかった。いやー、ありがとうございます。助かりました。フルコンさんの情報からも、寺蔵さんのための2択になっちゃったから、どうしようかなっていう。寺蔵さんしかできないなっていう。結構ね、そう、あれ砂さんも、そうですよね、最終日の始まり、結構3人、4人でいましたもんね、最終日のアーカイブあたりで。だからなんかどっちかっていうと3人ヒラフルコンチハヤのうち誰かをキルして、うんうんうん、寺蔵さんに容疑をなすりつける準備として
寺田さん怖かったから前半3人で一緒にいたんだよみたいな言い訳を作りに行ってたって。なるほどな、なるほどなですね。いやすごいな、なんかなうまいな、全然考えらんないわそんな。でも古本さんのキラ雑だった、すごい、うん、えいっつって言う。なるほどめちゃめちゃ近くにいたからな、キラさん。あと川沿いキルはあれフリッピーの冤罪です、あれは。ああそうだったんだ。いやまだそうですね。よくわかんない飛び方してるな。今日はいやでも鼻息キルしたタイミングで僕ちゃんと釣られたんで、今回は僕のミスですね。はいやられました。アドミンにいたなんて嘘つくべきじゃなかった。そう、トリッピーさん、また縁だけど、ちょっと待ってごめんって、見てとか言って、マジ適当言ってる。いや、展望デッキ1いたよねっていう寺蔵さんのやつの反応がなんか嘘くさかったもんな、トリッピーさん。ああ、いました、いました、みたいな。